ははいこんにちは今日は「海面活性剤」ということでやっていきましょうまずはこちらをご覧くださいさあ石鹸の構造って書いてあるんですが皆さん石鹸学びましたよね石鹸といえばこちら RCONA そうこれはさあこの石鹸こんな式になっているんですが皆さん石鹸ってそういえば 油汚れとか泥汚れこれを落とすために使いますよねでもこのようなもので一体どうやってその汚れを落とすのか気になりませんか今日はそれを見ていきましょうさあ界面活性剤ということでやっていきましょうこちらですさあ見てくださいこちらはそう石鹸なんですよね 今日はこの石鹸の構造の部分に迫ってみようと思いますまず見てくださいこれはここまでで脂肪酸なんですよねそしてそれがイオン系になってますそしてそこにナトリウムイオンがついて石鹸ということになっていますよね脂肪酸のナトリウム塩ですねさあまずこの赤い部分に注目してください今日は構造を学ぶんでしたよねこの赤い部分見てみると c h 3 c h 2 c h ってなってますよねそうこの部分ってちょっと油みたいな感じの性質を持っているんですということでこちら素水気と言います漢字のままです水とは相変ですつまり水と非常に仲が悪いんですねその代わり油とは大変馴染みやすい部分となっております対してこの青い部分ですねこの青い部分はイオンの性質を持つことができます これってこうなってます。浸水器、そう水と非常に仲良くなりやすいんですね。さあ、こんなものを一つの物質として持ってるんです。実はこんなものにお名前がついてます。こちら、界面活性剤と言います。吸水器と浸水器を合わせ持つ物質のこと。これが界面活性剤です。しっかりとまずこのお名前書けるようにしてください。さあ、この界面活性剤、それが そう、例えば石鹸だったりすするわけですよね今回はこの疎水器浸水器しっかりとお名前まで覚えてあげてください <music> さあ海面活性剤の性質ということでやっていきましょうこちらです見てください先ほどの海面活性剤を水中に入れるとこんな事態になっちゃうんですね。まずは 水面の方から分析していきましょう先ほどの海面活性剤には疎水器と浸水器がありましたよねすると今水面ではどんな状態かちょっと見ますよまずは水面から上に突き出ている部分これ。 素水気なんですが当たり前ですよね水が嫌いなんですよ水が嫌いだからこそ水に触れたくもないですから上に突き出てるんですね逆にこちら丸い方は浸水気ですよ 水と中がいいから触れ合っていたいということで水の方に入ってますよねさあ水面ではこのように疎水器を空気中に突き出した状態になっていますでもまだ中にいますよね中に入ってしまった海面活性剤は一体何をするかというとそうなんです水水と仲が悪い素水気同士ででこううやっって集まっちゃうんですねそうするとこういう球体の分子を作り始めます。対して 外側は浸水域で囲まれてますよねそうこのような巨大な球状の分子みたいなのを作るんですね実はそれにお名前があってこちらこれを見せると言いますもう一回言いますよ疎水域を内側に浸水域を外側にして球状の巨大な分子を作るそしてその分子の名前が見せると言いますまずこのお名前をしっかり覚えてくださいこのコールドの状態になってます コロイドという単語もしっかりと復習しておきましょうさあこの性質を使って今から汚れを落としていきます見ていきましょうこちらですまずこれは油とかの汚れですねこの汚れに対して今から界面活性剤が寄っていくんですが寄り方にポイントがあるんですこちらどうでしょうか 海面活性剤を入れた瞬間に誰が寄っていったかがチェックですよねこれみんなして疎水器をぐさぐさと刺してるイメージですよねそうなんです疎水器は水が嫌いそして水じゃないものがここにいたわけですから寄ってたかってって感じですよねでも浸水器はどうでしょうかいや浸水器はこんなの無関心ですよもう水の方に早く逃げたいよってなってるわけですその思いがこうなりますこちら どうでしょうか浸水器側はどんどん溝に行きたい行きたい行きたいって言ってるんですよ疎水器はいや汚れにつきたいつきたいってなってるわけですね最終的にどうなるかこちら見てください浮かびましたねそうなんですなんと汚れを内側に取り囲んでるんですよ浸水器これを外側にして疎水器が内側で汚れを囲んだ状態になってますねそうこのようにして油汚れを落とすことに成功したわけですね そうそれでまたこのミセルの状態になって浮かんでいくわけですよさあこの作用にお名前がありますこちら乳化作用と言います油汚れが石鹸のミセルの内部に取り込まれて微粒子として水中に分散する現象のことですねなので乳化と言われるんですがこれは簡単です例えば皆さん石鹸水って白く濁ってるよねそうまさに牛乳を水に溶かしたようなイメージになるわけですから それで入荷というふうに名付けられているんですね非常にわかりやすいですさあこの入荷作用イメージとともに定義までしっかりと覚えておいてくださいさあ練習ということでやっていきましょうこちらです図は石鹸分子を表しているものとする次の問いに答えをということですね一番目は 図の AB は浸水器疎水器のいずれかを表している AB のうち浸水器を選び記号で答えようということですね。水と仲がいいのは AB どちらでしょうということなんですがそうここってイオンの形になれますよね。もちろんこれが水と仲がいいわけですから今回この浸水器の答えは B となります。 よろししいででょうかでは2番目です石鹸のように疎水器と浸水器を合わせ持つ物質を何というかということですねそうこうやって疎水器浸水器こんなの持ってるやつこれは海面活性剤というんでしたね。 よろしいでしょうかさあ石鹸は皆さん知っている今日はこの構造にも迫りましたねしっかりとお名前覚えてあげてくださいさあ本日のまとめです今日は海綿活性剤について学びましたね疎水器、浸水器これ全部セットで覚えてあげてくださいでは今日はお疲れ様でした